えー、二人の幼児を育てている母親です。日本がウクライナのようになるか心配です。私の命よりも大切な子供たちの将来が急に心配になりました。北海道は中国に狙われているのですよね、えー。北朝鮮のミサイルも怖いです。えー、私は何かあれば命を下げます。ですが、私が死んだ時は子供たちが死ぬので絶対死なません。日本に今の平凡な時間はあとどれぐらい時間があると思いますかあ、全然あると思いますよ。あの、税金しないで。あの、日本は平和だと思います。はい。 えっと、ワンチャンロシアが、なんかあの、要は経済制裁やった国に、げんあの、その、なんか核爆弾撃つぜって言って撃ってくる可能性があると思うんですけど、えー、もしロシアが撃つとしたらどこに撃つのかっていうので考えると、まあ多分東京なんですよね。な <laughs> んであの、東京以外に住んでる人は全然あの、安全だと思うので、あの、東京以外にいる人は、あの、特にあの、ウクライナとロシアが揉めてても、特に何も起きないと思った方がいいんじゃないかなと思います。 えっとあの、トヨタがサイバー攻撃を受けたみたいな話があると思うんですけど、サイバー攻撃は大企業を受けると思うんですけど、あの、一般民衆の生活が変わるっていう話には全然ならないと思います。はい。